今ですね参道を直進しまして第2の鳥居の方に向かって歩いています。境内のですね中央に大きな武士の銅像が見えてきます。はい、はい、ですねあちらに見えますのが境内の中心に立っている大村益次郎の銅像です。大鳥居と第二鳥居の中間点境内のほぼ中央に位置する高さ12メートルのを誇る、大村益次郎の銅像です。大村益次郎はですね、あの目線がどこに注がれているかということがあるんですけれども、大村益次郎がですね総司令官として実戦の指揮を執った徳川幕府側勢力の将棋隊との戦闘の地である上野を向いているとされます。像の下にはですね、大村を称えた三条実美の筆による顕彰文も掲げられています。この銅像は1893年日本最初の西洋式銅像として建てられました。戊辰戦争で長州藩兵を指揮し明治維新後は兵部省の初代大夫を務め大阪城近くの兵学堂にフランス人教会を招いて近代軍の創設を目指すなど大村は日本陸軍の創始者だとされます。大村益次郎はですね長州藩出身山口県ですね長州藩出身の、軍人なんですけれども、この靖国神社の境内の真ん中に長州藩出身の、軍人の銅像が立っているということがこの靖国神社がですねまさに長州藩が明治維新の際に作った神社であるということの一つの象徴になっているかと思われます。それではですね、集会が開かれているところの左側を通って第2の鳥居の方に向かっていきたいと思います。